皆さんこんこにちはワーーールドラバーマーケットのシャです今回はこちらのテーマについてやっていきたいと思いますペンホルダー必殺の流しドライブについて紹介していきたいなと思いますペンホルダーの選手でこの技術を覚えることによってまずドライブの得点力が上がる相手にコースを読ませないドライブというのができる覚えることができる最後3つ目ですね パワーがなくても得点することができる、こういったメリットがあります。で、このペンホルダー必殺の流しドライブを覚えるポイントなんですけれども、それは三つあります。まず一つ目なんですけれども、で、打つ瞬間にラケットヘッドをちょっと上げるってことですね。ラケットヘッドを上げる。次に二つ目、二つ目なんですけれども、利き腕ですね。まあ僕は右利きなんで。 利き腕と同じ方の下半身を押し出すってことですね。普通なんですけれども、だいたい右だったら右から左ってこういう体重移動をすると思うんですが、ここでは右右といった形で利き腕と同じ方の下半身を押し出すような形、そういった体の使い方をする。最後に三つ目なんですけれども、できれば利き腕と反対側の上半身。なんで僕は右利きなんで。 えー、左側の上半身を先に押し出すような形ですね。でボールが来たら左を先に出して最後に右をこう出すような形ですね。えー、この3つのポイントを押さえることでペンホルダー必殺の流しドライブというのが習得できます。えー、では動画をご覧ください ってるかなはい、えー、動画はいかがでしたでしょうか。この流しドライブ、ペンホルダー必殺の流しドライブなんですけれども、えー、よく使う選手。 中国のマリン選手とかフォア前にちょっと出てきたボールなんかをクロスに打たないで流しドライブでストレートに抜いたりまあそういった相手からフォア側に打たれたドライブなんかをカウンターで流したりとかあとはブラジルのカズオ・マツ選手左利きなんですけれども右利きのフォアサイドを抜くような流しドライブっていうのを やりますこれはボールが遅くても非常に効果があるドライブなので是非ペンホルダーの方は習得していただきたいと思います。